わ、もう美味しそう。これで、ベールを。うわ、出た出た。入れる。ベールを食べる。今日は、久しぶりに無人販売所へ向かっております。はい。どんな野菜があるのか、料理に使えそうな野菜があったら購入したいとね、そうです。無人販売所に到着しました。はい、ちょっとまあ見てみますか。はい。お、サンフジが売ってます。本当だ。この大根はこれは書かれてなくない？100円じゃない？あ、でも左下見てみる。ほんとだ、あった、値札がないものは。そう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 。え、大根100円、いいね。 こっち2本で100円だよ。下は玉ねぎもある。これかぼちゃ、キュウイフルーツ、銀杏、やっぱ白菜。ほんとだ、白菜200円。お、新じゃが、うまそう。ほんとだ、美味しそうだね。ちっちゃいじゃがいも美味しいじゃん。確かに、やるやね。うん、やる。ミルクスイート、あ、カリン。うん、あ、砂糖漬けとかジャム、3個で100円。カリン、カリンのそんなジャムだってできる。待って、なんかまだあるよ。え、クリスマスツリー用もみの木3000円。こんな売ってんの？これ買って帰ってくると置きません。これ何？プチベール。パスタ、パスタとかにも使えるって。じゃあプチベールと、うん、新じゃが。新じゃが欲しいね。とカリン、カリンにしよう。はい、カリン3つ。これ3つで100円。すごいよ、3つ。初めて食うよ、カリン。お、もう食ったことない。はい、と、もみの木。いや、もみの木は買わない。いくら？300円。300円です。3つで100円なんでしょ、カリン。うん、なんで安いんだろう。はい、じゃあ300円。はい、300円です。はい、はい、ちゃんと入れましたね。はい、50円じゃなかったね、今の。はい、100円でした。はい、はい、はい、じゃあそれではこれを今日持ち帰って家で、まあ、料理して食べましょう。はい、はい、じゃあ無事購入できたのでこれで帰ります。はい、今一旦廃墟に戻ってきたんですけどね、この長崎小金だけちょっと茹でて食べちゃおうかなと思います。やっぱね、シンプルが一番うまい。そうですね、はい、では茹でて食べる。はい、そうね。はい、天下OK、 これで沸かす。待機、待機、おなじみの、はい、ブラックペッパー、オリーブオイル、ソリオ。ん？何何何何？なんて言った？なんて言った？ソリオ。分かってるよ。ソリオは車ですよ。はい、ソルトですね。さすがに、さすがにね、さすがに、それはさすがにね。はいはいはい。いやいや、本当に今のはジョークですよ、ジョーク。はいはい、さすがにね。すごい沸騰してきた。さっきのこれがどうか。ちょっと硬い。
これ今からちょっと食べてみないとわからない。はい、食べてみますか。はい、じゃあいただきます。いただきます。いただきます。うん、おいしい。あ、うまっ。新じゃがだわ。うん、あ、うん、うまいね。うまっ。ふっかりしてる、あの、じゃがいもの味で、うん、じゃあこの前回の下栗で発見した最高にうまい食べ方で、まずで一番うまい優勝。オリーブオイルに塩に、そしてブラックペッパー。はい、いただきます。うん、あ、これうまっ。やっぱこれ、うん、うまい。優勝ですか。うま、ん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。小さい頃さ、ね。そうだね。確かに。はい。というわけで、弟だけにやってまいりました。はい。はい。芋はもう食べたのでね。はい。残りのカリンとプチベール。ベールね。はい。この2つを使ってパスタを作ると。いやいや、カリンはカリンは別です。あ、あれカリンパスタではない。カリンは別です。あ、なるほど。あ、生で食べるのかな。いや、違います。生だと、うん、めまい、頭痛、吐き気を引き起こす。え、こんないい匂いなのに。うん、そう、一見、うん、このまま食えそうだけど、もう硬くて食えたもんじゃないと、生だと。そうなんだ。だから今回は、これは、うん、蜂蜜漬けにします。おお、なるほど。はい、じゃあ、はい、ね、パスタをじゃあ作っていきましょう。はい、何パスタ。まあトマトパスタ。お、ですね。これいいですね。ベールが。じゃあまずね、お湯を沸かしていきます。はい。いい音。で、塩を入れていきます。なるほど。わあ、おしゃれにこうね、何これ、オリーブオイルとウイスターソース。いや。ごま油です。ああ、ごま油か。はい、ごま油を引いておいて、ごま油でね、オリーブオイルを引いておいて。はいはいはい。結構入れるんだね。もうオリーブオイル入れれば入れるみたいな。で、ニンニクを切りましょう。はい。カリンを、はい、ああ、そう、最初にね、最初に切らないと、ニンニク臭みが。カリン、皮ごといいんだよね。皮ごと出てたんで。あ、お茶のティーバッグある。ない、だから種は入れないことです。入れない。硬い。硬いんだ。めっちゃ硬い。いや、ほんと硬そう。かぼちゃとかを切ってみたい。そんな、めっちゃ硬い。あ、すごい。ワイヤーになってんだ。ほんとそれを、あの、これも味が出るからティーバッグとかに入れて、うん、あの、出してもいいみたいなんだけど、まあ、今回ないのでいけないということですね。はい、はい、入れますね。はい、あ、綺麗。でもすごいベタベタする。ベタベタするの。ほんと食えそうな匂いだけど。めっちゃ匂いはなんか甘くてね、うん、なんかたくあんみたい。これたくあんでしょ、これ。たくあんじゃ見えんよ。ほんと、ちょっと生で弾いてみる。いや、でもめまい、頭痛、吐き気起こすんですよ。大量に食うとだな。一個とかなら大丈夫な。怖いな。ちょうどいいね。ほら、半分ちょうどいいと。じゃあこれに、うん、もう蜂蜜入れるだけ。そうだね、蜂蜜を入れます。はい、はい、
絞ってるよ、絞ってるよ。そう、まだちゃんと浸かるぐらい、ちゃんと浸かるぐらい発酵がダメになっちゃうよ。でも美味しくなるんだよ。美味しくなる、美味しくなる。結局だって蜂蜜全部使ってもこれ、ここで丸々残ってる。カリー風味の蜂蜜みたいな。そうか、そうか、そう。じゃあこれで、はい、1、2週間漬けて、ポーチ、はい、カリーの蜂蜜漬け完成です。完成です。まだだ。出ました、ホールトマト。トマト、ちなみにトマト、逆から読んでもトマトです。日本人みんな知ってるよ。じゃあ、オリーブオイル入れます。ああ、もう美味しそう。弱火、唐辛子を入れます。うわ、なんかもうおしゃれ。いいね。もうちょっと入れる。うん、この少しの差でも変わるの、まあ、変わる、うん、変わるね、うん、分かります。じゃあパスタ入れる。そうですね、パスタ入れます。お互いね、一人暮らしで厳しい生活している中、俺は弟のこの大事な食料をいただくと。あの、パスタありがたいですね。パスタは安いから。ああ、なるほど。逆に今度俺がご馳走しますよ。カップ麺ぐらいしか出せないけど。で、このちっちゃいのがちょっと、うん、ちっちゃいのがちょっとこんがりきつね色になってきたら、うん、トマト入れます。はい、ちょっと跳ねるかもしれないから。あ、本当。あ、よかった。あんま跳ね。まだ温度が高くないから油は。このね、しっかりついた。はい。ここもしっかり通る。無駄にしない。無駄にしない。ちょっと残り1分を切ったので、はい、このトマトを無駄にしない茹で汁を加えます。開けて、で、もう入れる。あ、早技だね。うわ、もう美味しそう。これで、うん、ベールを、うわ、出た出た、入れる。これベールを、あ、ベールみたいなね。これで、はい、マンテカスーダ。おお、あ、でも美味しそう。でも一気に、色が変わって、確かにこの人、すごい緑が濃くなった。ブロッコリーみたいになった。うん、どんな味なのか。いや、これ存在感めちゃめちゃあるよ、これ。本当にこれ大丈夫、これ。食えるの、これ。食えるでしょ。食えるよ。ね、はい、どう。まあ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 、いいんじゃない。大体、はいはい、大体大体。いいね。オッケー。はい。完成です。はい。ベールのトマトパスタ。おお。では早速、はい、ベールパスタを食べよう。あ、はい。じゃあ。いただきます。いただきます。ベールはどうかな。はい、めちゃめちゃ味濃いとかやめてよ。
うん、美味しい。あ、美味しい、うん、どう苦いとかそういうのはなんかね、ブロッコリーみたい。あ、うん、味も味は違うけど、うん、食感というかそういう空気、うん、あ、そうなんだ、うん、ちょっと、いただきます。じゃあ、いただきます。でも、あんま分かんなくない？どう？感じる？うん、あんま感じない。うん、逆にこの食感がちょっと、うん、パスタとは違う食感が出て美味しいです。あ、ほんと？美味しいね。うん、これ美味しいわ。味がしないっていうのがポイントだね、野菜。ベールいい？うん、ベールは、うん、すごいいい。いや、本当に美味しいわ。うまいね。いや、ちょっと美味しかったです。では、はい、ごちそうさまでした。はい、いえいえ。今度お返しは、まあ、カップ麺ってことでね。はい、はい、お代は、まあ、1250円になります。あ、一食ですか。はい。あー、なるほど。ちょっとあの分割払いで10回払いぐらいでいいですかね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。で、このカリンもね、うん、楽しみだね。そうね、うん、2週間後にどうなってるかだね、うん、これが完成したらまた今度はじゃあ、うん、カリン蜂蜜パスタ、いや普通にお湯で割って飲んでみよう。はい、まあそれはまた楽しみにね。はい、やりましょうか。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回もお楽しみに。お楽しみに。はい、OK でーす。